マルボンバーズ、マルボンバーズ、マルボンバーズ、ふくちゃん、マルフボンバーズのミカです。セシロです。今日もボンバーズ間一問一答やっていくわけですけど、はい、今日のゲストはなんと、そうですね、お待ちかねのみんなのヒーロー、あの方に来ていただいております。はい、とぅーさっ、こんにちは、シトフナマンです。こちらに来ていただいてよろしいですか。了解。とぅー、あ、こっちか。こんにちは、早寝早起き朝ごはん、シトフナ大好き、シトフナマン。なんで今ジャンプしたんですか。したんです。時短になってるんですかね。編集よりも時短です。大事なのは時短です。これも時間の SDGs。 合ってますか。使い方合ってますか。多分合ってないと思いますけども。君無口だな。では早速やっていきましょう、はい、何をやるんですか。今日はシトフナマンに根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。根掘り葉掘り、わかりました。はい、お願いします、はい、では早速いきましょう。シトフナマンを丸裸、裸です。一問一答、よーい、アクション、くちゃ。はい、こんにちは。ありません。ヒーローに年齢はありません。ありません。シトフナマンはシトフナマンです。お察しください。えとはおそらく鳥系です。星座、人間界にはいろんなものがあるんです。星座はおそらく三つ子座です。身長173センチ、雑魚？測ったことはないですが1メートル以上あると思います。今は72キロだと思います。おそらく真っ赤なマスクのスノークに光るのは一重まぶた。シトフナマンの歌を歌いましょうか。大丈夫です、後で絶対に歌います。色白です。ただ夏場は少し黒くなります。良くないです。でもシトフナの未来は見えています。メガネかコンタクトですと老眼鏡です。チャームポイントはよく喋ること。ん？これはチャームポイントか？ヒゲが最近少し濃くなりました。コンプレックスはヒーローにありません。好きなタイプ。心優しい女性の人。嫌いなタイプ。そうですね。変身を着替えっていう人ですかね。赤いものです。赤くないものです。赤いものです。赤くないものです。いっぱいある。メイクなんかないですよ。この生まれたままの姿がこれです。ちょっと今日ヒゲが濃いです。時間帯なのか分かりませんが。常にしてます。ここからが浮気。ヒーローに浮気なんかそんな概念はありません。やばいじゃんね、そしたらね。おそらく変身を着替えって言われた時です。変身を着替えと言われたんですね。ストレートに好きだと言います。開きすぎです。素の性格というのが今です。はい。クラスでは人の名前に年齢はないので、はい、おそらくですけども、おそらくよく喋ってましたね。見たまんまです。耳が大きくておでこに血がある。したいです。あります。女の子に8歳ぐらいの
いや4歳かったな、4歳かそれぐらいでした。はい、抱きつきいてきました。ちとふなまは真っ赤になりました。真っ赤やんか。まだないです。 LINE はちとふなハンドが反応しないのでできません。 LINE の友達はいません。ただ Twitter はあるので皆さんフォローしてください。でも見れません。そうですね、取れません。そうですね、わかりません。誰が友達か人の名前わかりません。しません。常にパトロールやってます。います。僕は大親友の野崎一馬君と仲がいいんですが、割と気が合いまして、吉岡里帆です。笑うとちょっとここにエクボができるところがたまりません。何がきっかけ、パトロールしてたらポスターを見つけまして、あ、この子かわいいななんて思ってたら、テレビで見たときに、あ、この子だと思って、そこからいろいろ調べさせていただきました。さあ、吉岡里帆という名前、どん兵衛の時はピークでした。随分と吉岡里帆について根掘り葉掘り聞いていますね。会ったらまず大きな声でこんにちはと言います。そして反応を見ます。あります、何でもできます。こんにちは。着替えじゃないです、着替えじゃないです、返信です。癖、そうですね、ちょっと膝を気にします。何を言ってるんですか。髪の毛は残念ながらありません。どこへも行ってません。毛根がありません。音楽はチトフナマンのテーマが好きです。マルクボンバーズのヤッチンさんが作ってくれました。過去は振り返らないタイプです。ただ今日の朝に戻りたいです。そしてもう一回髭を剃りました。しません。秘訣ですか。いろんな人とのコミュニケーションです。何がおかしいんですか。犬ですね、大型の犬です。猿ではないです。猿だな。はい、すいません、大好きです。はい、スマホはだから使えません。チトフナハンドですが、人に連絡取るときは鳩を使います。教科、好きな教科は全部好きですが、嫌いな教科はデジタル系です。メカ系がダメです。おそらく悪いです。千歳船橋です。なぜですか。千歳船橋のヒーローだからです。一人も好きです。明るいです。今ヒゲを剃りたいです。股間に水鉄砲されまして、そうするとチトフナマン尿漏れしてるように見えました。それが一回ありまして、子供たちと遊んだ、はい、その場ではいいんですが、そこから移動した時にチトフナマン押し込まれてるよっていうのがすごく怖くて、子供が水鉄砲を持ってると警戒します。では、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、質問答えてみて。そうですね、なかなかこういう質問たくさんされないんで、とても新鮮でした。そうですね、ちょっとヒーローには酷な質問が結構多かったですね。そんなことありません。ヒゲがうんぬんとか、着替えとかっていう話が、ヒゲって言ってました。あ、ごめんなさい、チトフナマウスヘアのことですね。そうですね、見てる方々にカウントしてもらえて、
て、うん、何回出てきたか教えてください。また毛根がないのにね、ヒゲが。確かにヒゲじゃないです、すいません失礼しました。揚げ足トリオくんだね。腰痛持ちなんですね。そうですね、あ、正確に言うとシトフナウエストね。シトフナウエスト、シトフナウエストがたまになぜかというと子供をこう抱っこしたりするね。たまに、なるほど、うん、それがたまにだよ。蓄積ってやつかな、シトフナ蓄積。言いにくいね、言ってごらん。シトフナ蓄積言えるじゃないか。ミサ君がシトフナマに結構たまってる。そうなんですよ、僕はそこまでではない。やっぱり君たち2人ともさ、まだマルボン歴が浅いからさ、シトフナマに対する免疫があまりない。本当ツボなんですよ。言われてもね、はい、こっちはこっちですごくドライだし、はい、ちょうどいい感じがしなくて、逆にチトフナマはすごく困惑してますけど、はい、すいません、はい、すいませんって言われちゃいました。めっちゃ欲しい、はい、実際会ってみてどうですか。ちょっとやっぱ青ひげがちょっと気になるなって。赤いのに青ひげ、はい、なるほど。うまいですね。うまくはない。あ、試運の話していいのかな。あ、ぜひぜひ、うん、そう、誰も突っ込まないんだよね。知ってる、あの僕の大親友の。でももちろん知ってますよ。カズマ、もうお世話になってます、ね。はい、どんな人だったの。熱い男っていうんですね。熱い男、もっと具体的に何が熱い。温度とかさ。そう、あ、もう熱、熱的にも圧力的にも熱い。熱苦しい。それあんまりいい方に捉えられないけど大丈夫。いやいや、でもいい意味です。両方いい意味で。熱い男っていいですからね。そうですね、フォローしようとして。なんとね、カズマくんが、はい、千歳船橋でカレー会をやるらしい。そうなんですか。そうなんですよ。これは耳寄りな情報ですね。耳寄りな情報です、ね。興味聞かないですけど、耳寄り。名前がね、カレーとかね、チトニコ。これどういう意味か分かる。チトニコ、やっぱりびっくりですね。ああ、惜しい惜しい。1個頼んだら2個出てくる。ああ、全然違うな。これはね、野崎くん、カズマくんの息子が考えたらしい。千歳船橋でニコニコ、チトニコ。あながち間違ってない。間違ってないね。あ、いい名前だと思いますよ。どのあたりとかでざっくり。森重通りをドーンと行きまして、うん、月渡りのタバコ屋を左にグーッと曲がりまして、でちょっと坂があるそこをスーッとちょっと降りまして、ちょっと右にキュッと曲がったところにチトニコがあります。なるほど、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、はい、もしかしたらチトフナマンとも出会えるかもしれない。おお、もしくはカズマくんがカレーを作ってます。はい、多分外にもチトフナマンが登場するかもしれません。あの壁の看板とかに、そこはあの、事務所通して許可を出しました。じゃあチトニコの顔はチトフナマンで、ね、そうですね。チトニコで隠れチトフナマンを探してほしいです。隠れミッキーみたいな内装とかにあるんですか。ある。おお、もうちょっと新しい楽しみが、ね、そうですね、カレーを食べたら、はい、ぜひ遊びに来てね。はい、うん、最後にチトフナと、うん、全世界の皆さんに何か一言メッセージをお願いします。します。世界平和です。これはガチですけども、とにかくチトフナから笑顔、平和を発信していきたいと思います。マルフ・オンバズともどもチトフナマンをよろしくお願いします。そしてこの2人もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では次回はどんなボンバーが登場するのでしょうか、うん、皆さんお楽しみにしていてください。今回の MC はミサとケンシロウでした。とチトフナマンでした。それでは次回もご覧ください。バイバーイ。バイバーイ。とー、はい、ここで動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。マルフボンバーズのその他の